音つさかです。いや今回はね、あのキャラプレでゲットしていけたこのリカちゃんをね、まあ使って遊んでいこうかと思うんですけれども、いやかなり前のキャラでね、僕もねどんぐらいも本当に初期キャラですよね。なんでどんなもんかなと思って使ってみたんですけど、クラスチェンジさせる前、まあ新規解放は来てるんで新規解放させて使ってみたんですけど、カカシに対してね100万200万とかしかね軽く出なかったんで、いやこれちょっと渋いかなと思ったんですけど、クラスチェンジさせてみて、でまあ、あのピースフルで遊んでみたんですけどね、いやもう普通にクリア早いからね、これびっくりしましたね。本当にクラスチェンジってすごいなと、まあ過去キャラ救済っていう名目だけあってね、本当この子救済されたのかなという感じでございます。でまあオートスキルでチャージアクションスキル強化プラス 200% っていうのがついているもののね、過去キャラすぎてねちょっとステータスが厳しかったんで、まあここはね迷わずクラスチェンジさせてみたんですけど、まあ動画撮るつもりなくて、この前のステータスとかね一切持ってなくて、スクショとかも撮ってなくて申し訳ないんですけど、まあこんな感じのステータスになっております。でみんなさ、リカちゃんって知ってる？そもそも知ってる？一応まあ見てくんですけど、知らない方もいるかと思うんで、でまあ付与効果で、まあ、通常攻撃強化が入ったりですとかチャージショット強化がつくんですけど、このエリミネイトモードがまあまあまあっていう、まあ、そこそこ強い感じになってて、攻撃力開始攻撃速度が 100% 上がるということで、攻撃速度ねめちゃくちゃ速いんですよ、そのクラスチェンジと相まって。はい、クラスチェンジのあのモーションですね、攻撃モーションと相まって本当に速くなるんで、さらに移動速度と、まあ、チャージ時間も短縮されるという感じで、この、ね、S2 もねなかなか消費も44っていうことで、結構ね自身の SP も結構高いんでね、どんどん打っていけるような感じになってます。さらにまあ通常攻撃のダメージアップが 100% つくっていう感じで、まあね通常がめちゃくちゃ強いです。めちゃくちゃ強かったです、予想以上に。まあマーメイドとか言ったら結構渋いんです、結構というかね全然無理なんですけど、ピースフルぐらいだったら本当にさらっとクリアできるようなね性能になってて、まあびっくりしたなという感じでございます。まあ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 、こんな感じ。まあ見た目がもうほんとねおっかない、もうほんとにこの目がもう怖いもんね。まあ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 、まあ、そんなこんなで、まあ、早速ピースフルやっていきたいと思います。はい、では早速ピースフルやっていきたいと思います。まずね武器スキルを打ってね、これ刹那のモチーフでやってます。刹那のモチーフ強いですね。で S1 を打ってエリミネートモードをね入れた状態で、まあ、S2 打つんですけど、 S2 のね追尾がね、これ昔のキャラ、これ新規してなんか変わったのか分かんないんですけど、もうすぐ新規させちゃったんで、追尾が結構ねえぐい感じで追尾してくれるんですよね。うん、でほんと通常攻撃がめちゃくちゃ強い。僕ピースフルって割と苦手なんですけど、やっぱクラスチェンジさせるとこのね弓のモーションが非常にやっぱり通常攻撃強くなっていて使いやすいですよね。でここなんかもね、もうこの S2 よ、これよからのこのクラスチェンジの弓のモーションよ。でもここもあっけなく終わるような感じなんですよね。でケラウノスがねもうほんと通常でゴリゴリ削れてく、この通常攻撃の速度とかも上がってますね。通常攻撃の火力とかも上がってるんで、クラスチェンジをさせてねステータスが向上させたっていうところも相まって、もう本当になんだこの通常攻撃の強さはとなっております。でもうここもね S2 をねガンガン打っているだけでも敵が溶けていく。これケラウノスなんかももう何もできないからね、もうね S2 強くて、マリオネットもこれ通常攻撃もうタップしてるだけでもう速攻溶けるっていう感じになっております。いやびっくりしたね、もうこれピースフルもう渋いのかななんて思ってたら、クラスチェンジってすごいね本当に。うん、でもうまあボス面なんですけど、まあ、ピースフルってこんな簡単だったっけっていう、うん、もはや。でもここはねあれですよ、バースト打ってまあ捕まれても何でもかんでもバースト1回打てば終わるんで、ここもうボス面開幕バーストみたいな感じで、まさかの意外に楽しかったです、楽しめました。はい、今フラフラしちゃってるんですけどね。怖えな顔。は
い、ではこんな感じでピースフルやってまいりました。いやでも本当にこうやってねキャラプレでゲットしたキャラこういう形でね遊んで使っていけるっていうのは本当にいいのかなと、まあクラスチェンジが来たおかげでこういう風にね楽しく使えていけるのかなっていうところもあるんでね、本当キャラプレがね今後本当に前のキャラとかもねクラスチェンジをさせることによってね楽しんで使っていけるようなキャラクターとかも出てくると思うんでね、あのプレゼントね、まあ、今後もやっていこうかなと思います。やっぱり、うん、こういうねちょっと前のキャラってなんかレア度というかなんかレア感あってなんか持ってると楽しくなるところもあるんでね、うん、でまあリカちゃん今回ねファルファラとかあとアピトとか狙いでねキャラプレをやっていったんですけれども、これはこれで僕なりに楽しめて使えたかなというふうに思います。なのでねキャラプレとかでねあの狙いのキャラ来なかったとしてもねなんかこういった形で楽しんでね使っていけたらより白猫を楽しんでいけるのかなと思いますので、皆さんもぜひぜひね、キャラプレとかでなんかね引けたキャラは使ってみるとね意外に楽しかったりするんで遊んでみてくださいというような感じで今日は終わっていきたいと思います。ちょっとさこれ立ち怖いけどな、これ目がいってる、いってる。はい、もしよかったらツイッターのリンク概要欄のすぐますのでフォローしていただけますと嬉しいです。合わせて気が向いたらチャンネル登録よろしくね。では今日はこんな感じで終わってまいりたいと思います。どうも最後までご視聴ありがとうございました。赤でした。バイバイ。